こう毎週やるうちにだんだん分析担当者とのシンクロ率がすごいことになって、例えばあつ森で僕たちだけ同じ動きしたりとかしてたんですけど、先週1週間だけ空いてしまったんですね。それは分析担当者も含めてドーントレスとお化け泥にモサ女子、視聴者さんのモサ女子と戯れに行くっていうそっちの処理をやってきましたんで1週空いてしまいまして、爆弾とそれは一緒な週無理やろうっていう話になったっけなって、でちょっと一周空きましたが、シンクロ率を心配してたところですね、昨日ツイッターで僕が、そうそう、今日から環境が変わったんですね。パソコンがディスクトップになってるんで、そのキーボードが重いって話をツイートしてたら、キーボードボタンが重いんですか、キーボード自体が重いんですかっていうので、分析担当者さんはいやボタンのことでしょってなってて、はいボタンのことですっていうシンクロはまだ保ててましたっていう流れもありましたんで、一周空いたんですけどシンクロはできてるかなという状態で、ちょっと難しいところですよね。でも確かやっていきたいと思いますけど、ちょっとでも2週間空くと怖いね。あと怖、あれ、あ、これクリアしてるね。そうそう、これ1個で終わって、前回2週間前ワイヤーのプロになってるんです。だからワイヤー以外は3週ぶりですよ、分析担当者今回大丈夫ですかね。ちょっとつないでみますね。すいません、つなぐ環境とかもちょっと違うんで音って聞こえなかったら言ってほしいんですけど、どうですかね。もしもし、ちょっと聞こえてたらまた、聞こえが悪いとかあったらまた教えてほしいんですけど、初めてディスコードを使ってますんで、これ今回あ、とてもよく聞こえてます、ありがとうございます。台風も来てますけど、その前に解除していきましょうか。でもう行きます、早速2週ぶりですけど台風マーク、台風来る前にちょっと本当に気をつけてくださいね、爆弾も台風も。8モジュール1ミスっていうところでした。次、さっきちょっと話してたんですけど、ベリタスさん前回ケーブルしかやってないんで、他のモジュールも久しぶりなんじゃないかなと思って、大丈夫ですか。忘れちゃってるかもしれませんわかりました。じゃあちょっと鳴らしに一回軽く始めますかね。はい、じゃあ行きます。はい、あともう返事早いな今日、いつもより。並べてはいるんでしょうね、もう多分紙とか表とか。あ、そうや、表が大丈夫かどうかの結果どうなったんでしたっけ、忘れてる俺それ。まあいいや、やばい、ちょっと待ってじゃねって、何やったっけ、俺が忘れてる。電池3、あ、じゃあ、電池じゃない、バッテリー3、偶数、母音なし。で、モニター、あ、モジュール8って言うけど、5個こっちで触るモニター、モジュールですわ。で、迷路からお願いしていいですかね、じゃあ。だから迷路とサイモンゲームとパスワードしかないっすわ。今ちょっととりあえずこっちのモジュール開放してます。ちょっと待って、こっちやべえな、これ今回。迷路、どうやって言うんだっけ？俺が忘れてる。52と24。52と24が緑色。なるほどって書いてある。そうですね、白が21、赤が55、これでも簡単かもしれんな、今パニックってるだけで僕が。下1、二文字縛りってどうなってたの？はい、
ありがとうございます。書き終えたら次のやつ言いますね。はい、書き終えたら線引っ張っといてください。結構多いっすね。間違えたかな俺。え、めっちゃ遠くないですか。そんな遠いんや。ちょっと待って、ちょっと待って、爆発した。なんでやろう。ガス放出。ちゃあ、ごめんなさい、全然ベジタさん何も悪くなくて、遠いっすねこれ。今回それは関係なくて、ガス放出のモジュールが5つあるんですけど、とても遠いんや。それがイエスだけ押していればいいんかなと思ったら違うんかな。ガス放出でやりました。5つですね。だからモジュールは3個なんで、そこ今回あの前回のワイヤーよりは焦らなくていいかもしれないですね。あとはちょっと僕がモニターを移動させますわ。これモニターが遠くて、ディスコードとの間が、いけるかな、いけるな。 OK。 こんな爆弾、あれ、ガス放出もう一回教えてもらってもいいですか。イエスを押すだけですもんね確か。ガス放出はコンピューターの問いかけにイエスかノーで答えると書いてあります。そうですよね。もう一回やってみようかな。はい、もう一個ちょっとさっき始まってから思い出したことがあったんですけど、前回の動画で堀江さんがなんか堀江チェックか、視聴者さんの堀江チェックで、このやり方はルール違反かどうかチェックしてもらわないといけないってとこで、表を作っていいかどうかっていうとこだったんですけど、なんか違う回答来てませんでしたっけ。まあどうでもいい、どうでもいいんやけど。最初にバッテリーとかの表の話でしたっけね。バッテリーとかの表を準備しておくのがルール違反かどうか聞いたんやけど、違うのがいいよって来てたんやったかな。なんか忘れちゃったんですね。それその後続いてました、その返事。あ、社名はダメだけど表の準備は大丈夫だった気がします。わかりました、よかったです。じゃあありがとうございます、ホリエチェック。じゃあとりあえずリトライしますね。あ、メールお願いします。44と4、ごめんなさい、6444と64が緑で、赤が33で白が66。単純に放出が遅れただけかな、さっき。
あ、脳にボタンが合ってる。いや、いやらしい。はい、ありがとうございます。じゃあ何しよう、パスワードいきましょうかね。あれ、ちょっとまた爆発した。僕ですこれごめん、せっかくベリタスさんがそうやって書いてくれてんのに、なんで爆発してるか分かんないから一回練習な、ダメですね。もう一回やりますか。爆弾に練習なんてないんで、もう一回やりますね。すいません。迷路行きます。放出するって聞かれてイエスをしてるやろ俺じゃあ迷路、緑が1,2,6,3、赤が14、白が66。あれ、いえ、爆発した。ちょっと分かんないっすねこれまだごめん、ごめんなさいね。リトライ見てみて、何をしてるんかな俺は。ちょっとしばらく練習してていいですか練習。あ、バッテリーとか言ってないけど大丈夫なのかな今回は。あ、それはまだいいか。イエスを押すやろう、イエスを押すやろう。え、なんで爆発すんのこれ。今も爆発しました。さっきも、さっき一番落ちました、1回目が。練習します。すいませんね。じゃあなんか、資料を冷凍しておいてください。練習します。ガスを放出するイエス押します。資料名通しておいてください。そうします。一応パスワードとサイモンゲームがあります。絶対に迷路と。うん、俺は単純にこれは脳、あ、分かった、脳を知ってるな俺多分。やっぱりイエスとノーっていうボタンが2つあるんですけど、どっちにカーソル合ってるかが毎回変わるんですわ多分。放出するに決まってるやんそんなんっていう感じですこれ。ガスを放出するノーって多分大丈夫やと思うんで、一回ノーを押してみましょう。ノー、爆発を阻止、放出を阻止、うん、まあ、コンピューターの質問に答えるの意味も分かりました。やっぱりしますかみたいなのも聞いてきてますね2回。あれ、爆発した。イエスをしてるけど、ちょっと待って、これどういうことや。ガス放出が原因です今回も。また荒れますね今回も。謎ですねゆっくりやってみよう。もう一回だけ練習させてください。ごめんなさい。遅かっただけか単純に。起爆する、あ、ごめんなさい、起爆するっていう質問になってます。でイエスで爆発してました。なんでその質問なんやねんちょっとよく読まなあかんこれ。
ほとんどガスを放出するイエスなんですけど、起爆するがたまに混じってる。でもそこに脳にカーソル合ってたんですけど、今はイエスに合ってる時もあるってことか。ガスを放出は脳に合ってる時もある。これまで一回もこのモジュールは何のためにあるんやろうと思ってたけど、やっと何のためか分かりました。何のためかっていうか、ちゃんと答えなあかんのやなっていうのを分かりましたわ。もう大丈夫ですわ。たまに混じってるんですわ、起爆するっていうクエスチョンが。いけると思います。オッケー、いけるわ。じゃあごめんなさいね、長いことこれこんなもんに、日本語の問題なんかに時間かかってしまいました。こちらすいません。何がハッキングなんかわからんけどね、タイトル。そうします。なるほど、謎ですね。全然大丈夫です。裏にもガス放出のモジュールがある。あ、そうそうそう、裏にももちろんありますけど、それは見えてました。起爆するが混じってる笑い、たまに質問が変わるんですね。いけそうですね。はい。で、今ちょっと途中で思ったんですけど、サイモンゲーム先やった方がいいっすよね、多分。ミスったらややこしくなるやつだから、あれ。はい、じゃあサイモンゲーム先にやるんで、バッテリー先いきます。ちょっと取り戻してきましたね、感覚。何回も爆発してるけども、あの何、始まっちゃってる。あの、後で大丈夫です。はい、バッテリー3、偶数、母音なし、シリアルポートあり。ちょっと早口やったかな今。めっちゃ片面にしかない起爆装置、あのガスを放出するかどうか楽。青、サイモンゲームごめん、青色を言ってなかった。はい、黄色。青、はい、解除成功。迷路行きます。 1-2 ちょっと放出していきます。1-2と、あ、ごめんなさい、2-1 X からですよ。2-1と2-6。白が6-1、赤が6-4。はい、メール OK なんで、ちょっと一回待ってくださいね。あかん、日本語が読めんくなってる。放出しまくってるんで、ちょっと待ってくださいね。で、パスワードの1文字目いきます。 QPWDR。
RS2 文字目いきます。 LQDTSW。 仮想放出する、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 起爆するの、起爆するはノー、 OK。 あと1分半、6文字目いきますかね。 LTXUCP です。残り1分、プラント、プラネット、プラント、プラント、プラ、 A がないな、プラの A がないっす。あと30秒、違えてるかな、伝え方。あと12秒、あ、スティール、スティール、ちょっと待って、やばい、時間ない、あ、爆発した、スティール、スティールディティールを入れよう、すいません、俺一個なんか文字足りんかったかなとかって思ったんですけど、2文字目の最後合ってましたかね、数は6個かな、大丈夫です、全然大丈夫です。パスワードは3文字だけだと絞り決め、あ、なるほど、すいません、もうちょっと、まあまあ今のやり方で余裕があれば3文字目言う感じにしましょうかね。じゃあすいません、それそうでしょうね、それは絞り込めないこともあるはずですから、それはプラントもあったんでしょう、今初めて知ったんですか、わかりました、じゃあ行きます。今のね、モジュールが簡単やった分ちょっと惜しいけど、まあ慣れてるから行きましょう、慣れてきてるから。シリアルポートあり、あれバッテリーゼロ、グース母音あり、はい、いきます。緑、サイモンゲーム緑、あれ緑なんでこれ光らんの、おいか、光った、はい、黄色、緑、緑、仮想放出する、仮想放出する、黄色ですね、それは黄色ですね、一応緑もう一回光ったんで黄色って書いといてください、すいません、あ、全部緑、4回緑になりました今。そんなことあるやん、黄色、黄色、ありがとう、赤、はい、解除成功です、ちょっとお待ちください、迷路行きます、あれ爆発した、今のは分からん、俺間違えたかもしれない、すいません、ごめんなさい、サイモンゲーム簡単やったのに。次行きましょう、早速、バッテリー1、シリアルポートなし、奇数
母音なし、母音なしだね。 OK。 バッテリー1って言ったっけ俺。バッテリー1です。緑。もう2文字縛りなくなってる。緑、もう一回。もう一回緑だな。音的に。はい、解除成功。迷路行きます。2の1と2の6。赤が2の2、白が4の5。ありがとうございます。ちょっと待ってくださいね。じゃあ1文字目いきます。パスワード。 VGRTSY。 間違えた。あれ？なんで？あー、ごめん。ごめんなさい。迷路間違えました、僕。なんでやろう。迷路。ごめんなさい、ベリタスさん。もう一回お願いします。違います。迷路ってでもしかも間違えてもまあいいかって思ってたんですけど、ミス1なんで。でもこれ1ミスで爆発するのを今思い出しました。またこれはまた後で見直しときましょう。いや俺間違えたかもしれないな。ピンって鳴ってほしいっすね、上のカーソル落ちた時に。そうすると分かりやすい。迷路長いです。長いんですね今回のやつは。はい、線引かれました。次行きます。はい、シリアルポートあり、偶数母音あり、バッテリーなし、黄色、青。黄色。
赤。あれ？間違えました。すいません。今のはもう完全に僕の間違いです。ボタンの押し間違い。意外とこのガスが苦手かもしれない。ごめんなさい。もう一回やりましょう。すいません。始めます。バッテリー1。偶数母音なし。赤。ダブに入ってる。青。緑。黄、緑だってるよね。青、黄、緑。はい、解除成功です。メールお願いします。3の2、1の5。赤が4の4、白が3の2。下1、左1、上2。右4。左1。下2。左1、下1。OK。なんで今戻ったやろ？なんで戻ったやろって面白いな、今の。もしかして？面白いんですけど。じゃあパスワードに行かせてもらいます。 DBWYHA2 文字目行かせてもらいます。 ZEPSKGZ。 Z 戻ったかな今。戻ってたらごめんなさい。1文字目に、2文字目の1文字目に。なんかガス放出のタイミング早くなってきてるかな。6文字目いきます。 K、 あ、5文字目やった。 G、 U、 F、 L、 N。 アゲイン。やった、早い。あ、ちょっと待って、ちょっと待ってね。ガスを放出するイエス、ガスを放出するイエス、ガスを放出するイエス。 E がない。あ、 A か、ごめんなさい。あ、アゲイン、ありがとうございます。はい、やっとですわ。クリアしました。
すいません、もう汗かいてますね。ありがとうございます、助けられました。左に戻ったの行き過ぎたから、そうやばいね。それちょっと面白くて。だって戻るのおかしいって考えたらあかん、ここは分析担当者を調べな、あ、信じないといけないと思った時がありました、一回。面白いっす、それ信じてもらってありがとうございます。これ感動の場面じゃない、なんかちょっと感動の場面ありがとうございます。こちらこそ、余計な思考を使ったらもうコンピューターの質問に答えづらいと思って。ちょっと面白いな、それも。じゃあ次いきますか。曖昧な指示と爆弾が組み合わさると何も残らない。4モジュール1ミス、3分30秒しかない、いつもより1分半短い。タイトルはでも表比較ってなってます。表比較ってことはエクセルのあれでしょうか。はい、じゃあスタートします。そうかもしれません。バッテリー6 7、ごめん、バッテリー7、奇数母音なし。表比較しかありません。回る、回っていう字ですね。口に口書く、回答の回です。回答って言ってもダメや。 B3、 待って、まだないですね。できた。はい、あ、ありました。何にも表示されてないです。はい、何、漢字の何にクエスチョン。ナイス。はい、ありました。次です。何もない。あ、 A2 って書いた、ごめんなさい。 OK、なし。はい、OK です。次いきます。あとこれが3つあるだけです。開ける、漢字の開けるっていう字です。開閉の開、なし。なし。右、はい、ありました。次また開閉の開です。計算なんかな。そう、ひらがなのそう。ありました。次いきます。再開の際、再び、再びっていう字です。何、あ、残り。にありました。はい、あと38秒。最初、漢字の最初。押して。
右なし、なし、あり、OK、何もないってことは一緒か。左、きっとありました。はい、爆発しました。3分半ですね。時間がなかったんじゃないかな、今は。あれ？表比較で俺が間違えたのかな、今。間違えました。どっちみち時間がなかったと思います、今。あとどれくらい？ですね、あと、5分の2くらいです。表比較が4つあります。表比較が4つあって。でバッテリー関係ないですか、もしかして。表比較ってバッテリーも CR も何もかも関係なかった可能性がありますよね。関係ないですね、もうそれ言わないでしょう。で表比較が4つあるだけで、こっちの操作は何にもないです。だからただ単に12回、 4×3、 12回やるって感じですかね。なんか改善点ありますかね。なしなしって言っていけばいいんですかね。なしなしって言っていけばいいのかとか。なしって言われるまで単語を、はい、わかりました。それでまたやりづらかったら言ってください。次一回やってみましょう。線引いてくると表示、漢字の表示、そう、ひらがなのそう、なし、なし、なし、あり、同じ、漢字の同じと、違う、なし、なし。二文字縛りもやったこれ。あり。ひらがなのどう。動くのどう。動くという感じ。と。なし。ちょっと待ってください、ちょっと待ってください。なんか何のこれ、荷物届いたんかな。めっちゃ面白い。これ何、これすればいいんかな。ホームボタン押してんけど今。面白い。ちょっと待ってください。何が起きたと思います？皆さん予想しておきましょう。ここで何が起きたか。多分荷物が届いた。暑かった。暑かったからエアコンを優先した。停電なった。
下痢、単純に地震が来た、あ、ごめんなさいって来た。やっぱりそうですね。合ってましたね、皆さんの、水野さんのじゃない、 俺の予想当たってました。本当に申し訳ありません。全然申し訳なくないです。そんなことはあるはずなんで、一回やり直しますね。今大丈夫です、楽しんでたんで。それも予想してたんで、何が起きたかなっていうのを。ちょっと待ってくださいっていう単語ないなと思って最初は考えてましたけど、本当にちょっと待ってくださいなんだなと思って。じゃあいきます。漢字とかひらがなって言った方がいいんでしょ、多分。毎回お願いします。はい、お、モジュール超簡単そうですね。今回いきます。回る、口2つのやつ、回答の回。そうそう、はい、 OK です。同じ漢字の同じ。漢字の同じ、もう一回、漢字の同じが書いてあります。 B2 に、そうそう、なし、導くあり。回答の回、解けるっていう字ですね。確変に、確変っていうんかな、ま、うんうん、はい、解けました。あと、ひらがなんで、あーと。そう、ひらがなで、そう。右なし、なし。あり。次いきます。再開の際、再び。これも覚えるんじゃない、今に、ワイヤーと一緒で。なんか俺でさえなんかあれかなとかと思うの。 B1 やったっけ、残り、漢字の残り、あ、漢字が残り、右なし、残り、はい、次いきます。最初、漢字の最初。最初ってそっちも書いたでちょっと面白かったけど、例えば、あり、はい、OK です。あと1分半、表示。折り返しました、表示。あれ次ん宅急便、あれ、はい、表示です。はい、すいません、表示です。どうした、表示ってないんかな。 B さんできた。なし、あり、 OK、 OK、 カタカナ、ひらがな、はい、ありました。 OK、 カタカナです。右、漢字です。なし、なし、準備 OK、 なし、あり、 OK です。あと3秒です、3秒です。今モジュール4つあって3個終わったんで、あと1モジュール3回でした。残り結構時間がねえな、時間がねえなって感じですけど、少し手こずってしまいました。そうですね、
あの時伝え方が悪かったかな、あれ何でしたかね、表示っていうやつ、次行くって言わないといけないですね、ちゃんと僕が。ありました、 なんていう言葉にしましょう。ありましたで、それ決めても忘れてるものかもしれない。うん、遅かっただけですか。何やろう、どうしたらいいかな。これ同じ表示にされてるやつ同じやったら、同じっていうのもややこしいんですけど、漢字があるから毎回同じ場所なんですかね。そしたら僕覚えておくっていう、でもそんなのもややこしいですよね。覚えてありましたっていうのもね、そうですよね。でもそんなこっちにあって押しましたっていう方がなんかややこしくなりそうですもんね。なんか例えば僕が B さんやなって覚えてて、 B さんを勝手に言ってしまうと、なんか言っちゃったのみたいなんで、どっちなのみたいになりそうですよね。そうですね。じゃあ今のまま行くしかないですかね。速度上げて、そうしましょうか。そうしましょう。二文字縛りはどこ行ったんか分からなくなっちゃってますけど、行きましょう。ひらがなのそう、導く、ありました、同じ漢字の同じ、どう、最初、ありました、回転の回、回る、口2つ、何クエスチョン、漢字の何クエスチョン、なし、ありました、漢字の同じ、ウェイト、ありました、早いよこれ、対象、ついに照らす、漢字、 OK、ありました、早いね、あると運があるね、言う、発言するの、言う、真ん中、なし、ありました、次、解ける、回答の回、各編、ブランク、ありました、歳、年、歳、何歳の歳、才能の歳、何、漢字の何クエスチョン、ありました、導く、漢字のどう、導く、ウェイト、違う、ブランク、ありました、あと1個です、45秒、最初、漢字の最初、同じ、漢字の同じ、ありました、あと30秒、何も表示されてません、もちろん、できた、なし、なし、例えばなし、動く、あり、あと1問、あと5秒、やばい、何もない、何もない、あ、適当に押しました。
最後もう時間秒3秒ぐらいで6分の1ミスってすいません。惜しい、本当惜しかった。今のめっちゃ早かったんで、でも逆に言ったら今の速さできるかなっていうぐらいでしたけど、最後の1問、まあ1個前なんかなか出てこなかったっすね。なかなか出てこなかったっす。やるしかないかな。あと10秒あったらいけましたわ。今のスピード出せるか不安です多分あの今のって1回目にありましたって慣れたから、そういうのが続く運もありますよね。そしたらいけるんじゃないかなと思いますけど、僕も不安です。あの暑いからクーラーつけてるけど手めっちゃかじかんでるっていういきます。貝、ごめんなさい急に始めてしまいました。貝、下に暗い、すいません今のダメやな、俺急に始めたな。しかも出たことない感じやし、これ下に暗いって、しかも貝って言ってるけど貝なんてめっちゃあんのに、他にしまった、やり直した方がいいかなこれどの回ですかちょっと一回やり直しますね。一回やり直し、すいません急になぜか僕始めましたね何も言わずにその回はないです。その回のやつ多分あるんですかね、その回。それでした、その回でした。始めますね。なんで俺始めたの今かって。はい、インフまれてます。貝なんて読むの、下に暗い、なん、まあ、下に暗いって言いますね、これからそれのこと覚えてたら。対象、ついに章ついに章一人称とかの章。左、なしなし、 OK、ありました。 OK じゃねえ、ありました。どう、ひらがなのどう、クエスチョン、例えば、動く、え、ちょっと待って、次かな、あ、ごめんなさい間違えた、ちょっと待ってください、動く動くは、動くのひらがないらないやつですかそれここも面白いポイントですね今日ですよね。動くが鳴っかって、次があったで次押してしまったっていう今この送り仮名の難しさそして次があるという奇跡送り仮名どうしましょう。いや、もう消してくれた方が分かりやすくはありますけどね。ちょっと面白かったからいいです。今までそんなことなかったんでないと思いますけど、これから分かりました、消します、ありがとうございます。ちょっと面白いですね今の。宅急便の次に面白かったですね。始まります。対象、ついに照らす、ウェイト、なし、ありました、心地、心よいっていう感じ、心辺に、 OK、 ありました、もう一回、心よい、違う違う、ありました、次いきます、同じ漢字の同じ、ブランク、
なし。ありました。からひらがなでから押してプッシュ、プッシュの押して、なし、なし、なし、ありました。表示、表示、漢字で表示、導く、なし、なし、ありました。あと、ひらがなでアート、オーケー、あと1分半、なし、なし、ありました。何もない、違う、なし、なし、ありました。言う、発言する、言う、なし、なし、ありました。最初、漢字の最初、あと40秒、どう、ひらがなでクエスチョン、ありました。あと2問、30秒ぐらい、回す、回、回想の回、それ、なし、なし、ありました。あと1問、何もない、それ、あー、爆発した、惜しい、惜しいです。今の難しかったのに惜しかったから、全然いけると思いますね。うん。いっちゃっていいですか？思ったのですが、入力してから次の単語が表示されるまで少し時間がかかりますか？そう、そうです、そうです、そうです。その時間を駆使して何かやる、そんなことできるかな。ああ、隣のモジュールとかがあれば、そっか、すごいな。もうだから100メーター走みたいになってきてますよね。もうどう、ちょっとしたことを縮めていこうっていう。行きましょうか、それ。それ行ってみましょうか、一回。操作ミスらんように気をつけますけど。別に焦る必要ないっすもんね、確かに。それ。他やってる間にこっちやんなあかんみたいな。じゃあ始めますね。やってみましょう。え、大丈夫です。言う、発言する、 B さん、残り、ありました。導く、ちょっと今隣にないんで、導く、最初、なし、ありました。何も書いてないです。例えば、
ありました。次いきます。から、ひらがなのから。それ。ひらがな、それ。ありました。回答の回、かつ、か、角に、角辺。いけるかな、これ。真ん中。残り A には残り なしありました。同じ漢字の同じ、いいっすね。いけます、ベリタさん。あ、めっちゃいけますわ。 B に動く漢字のどう、なし。ありました。回答の回、角編。そうそう、なし。そう、なし。ちびっこあり。再開の際、再び。残り。ありました。動く、漢字の動く。同じ漢字のどう。ありました。から、ひらがなのから。どう、クエスチョン。ひらがなのどう、クエスチョン。なし、導くなし。どう、なし。なしあるときついな。なし、次な、次な、次なし。なしやな、これ。左、え？あれ？なしやな、もちろん。なし。それ、あった。あれ？爆発しました。ごめん。俺の間違えてるな、多分これ。でも、今のめっちゃ早いと思います。ごめんなさい、ベリタスさん。でも、ベリタスさんのこの案は、すごい、ナイスプレイやと思いますわ。操作もそんなに大変じゃないです。はい。で、今のやつなかなか出てこなかったのは、何か俺が間違えたかもしれないんで、普通に次もう一回やってみますね。はい。めっちゃいいっすわ。その、はい、対象、割れ木の対象。それ、ひらがなのそれ。なし、あり。表示、漢字で表示。待って、ひらがなで待って。なし、なし。はい、ありました。対象、大きな症状の症。すごい症、対象。ありました。心の良い快速の回。なし、ひらがなでなし。右、なし、なし。右、ありました。動く、漢字の動く。どう、またそこも動く、漢字の動く。どう、なし、あり。 OK、 カタカナの OK。 左、漢字の左。できた、それ。ありました。次いきます。何も表示されてません。最初、ありました。開閉の開、開けるっていう感じ。
クエスチョン。ありました。どう、ひらがなのどうにクエスチョン。導く感じ。ありました。ひらがなのどう。次、なし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 。待って、ありました。いいや、ひらがなでいいや。ラストに準備 OK。 なしなしなし。ありました。あと1問、最初30秒あります。余裕です。ブランク。ウェイトなし。ありました。クリアしました。すごいわこれは。すごいアイディアでした。またこれも一個歴史に残りますね。楽しいです。すごい余裕見せたもん最後。もう表示なしが A3 ってことだけはもう覚えました。今2つクリアして、嬉しいですこれは歴史に残りますね。またここら辺にタイムスタンプ貼っておいてください。入力中を待ってます。わかりました。あ、タイムスタンプ、ごめんなさい、別にそう。今2個クリアして1時間10分で、次極悪非道っていうタイトルにちょっとビビってるんですけど、開いてみますね。この爆弾を解除するための準備は済んでいる。あとは実行するだけだ。5分6モジュール3ミス。珍しく3ミスです。結局これ3ミスでも1回ミスったら時間早くなるから焦ってしまうんですけど、でもなんかゆとりが若干押し間違いのあのプレッシャーはないんですね。3ミスの方がまだまあとりあえず1回開いてみていいですか。まだ時間大丈夫ですか。はい、じゃあスタートします。6モジュールですね。6モジュール。はい、バッテリー2、奇数、ボインなし。バッテリーに奇数、ボインなし、 OK。 迷路あります。2の1と2の6、赤が5の2、白が2の3。左1、横アイア行きましょうかね。じゃあ、あれ、右に、右行っちゃったけど、横アイア行きます右行っちゃったけど、今黄色白黄色、黄色赤白、赤いボタンに、ボタンです、すいません、中止って書いてあります。ちょっと俺ペン取ってこなかん、これモールス信号ある。赤いボタンに中止。
ボールペン取ってきます。はい、押した時の色ですね。黄色。はい。はい、OK です。ガスを放出したのこれ関係ないわ。カップリングいきますね。カップリング。1C 赤、2B 青、3B 黒。ちょっと待って、書けないモールするのは。はい、いきます。 1C 赤、 2B 青、 3B 黒。この言い方で合ってたっけ。全部。ちょっと待ってくださいね。僕モールスを見てました。まあ、時間は結構あるみたいです。ここは。4C 赤、5A 黒、6B 青。はい、次いきます。 7C 青、 8B 黒。以上です。あと1分。10C 青、 12B 黒。はい、OK です。あと30秒でモールス信号いきますよ。タンタンタン。で、2文字目が多分ターン。3文字目がタン。こんなの合ってるかな、これ。マジで？そんな回答早く出る？すごいんですけど。合ってた！クリア！初見クリアかな、これ。しかも途中でボールペン取りに行ってんのに。何やろこれ、今までの積み重ねが。いや、すごいと思いますけど、ベリタスさんのその対応能力が。だってカップリングとか久しぶりに出てきたしさ。極悪非道とは。だから、確かに、だって種類多いし、こっちで動かさないといけないのもあるしっていうのはあるんでしょうね。なんかその部屋が暗くなったし、暗くなったっけな。しかもモニター変えたじゃないですか。これモニター変えたというか、テレビじゃないのでやってるじゃないですか。この身内の話ですけど、そうすると暗くされても薄く見えてるんですね、色。だから暗くされたのも関係なかったし、アラーム鳴ったのとかも別にボールペン取りに行きながらやったで大丈夫やったし。まあでも残り時間5秒ですけど、ギリ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 はギリギリですけど。すごいわ。でもギリギリではあったんですね。はい、やっぱね、一回間違えてもいいわっていう気持ちがあるんですかね。1時間20分撮ってて、次ハイペース3ってやつ一回覗きます。モニターのおかげで暗くても大丈夫だったんですね。はい、時間がないってしか書いてなくて、1分半で4モジュール覗いてみました。1分半で4モジュールって、これ
多分モジュール的には簡単だったり、こっち側のモジュールもあるんだと思ってますけど、じゃないと無理だと思ってますけど、1分半でモジュールっていうのは。ハイペース3って3問解くってことかな、こっちに1モジュールあってから。短っ。1回やってみましょう。これ短いんで1回覗き屋で、まずはバッテリーとか伝えんでいいかなって言おうとしたけど、バッテリーも最初始まる前にちょっと見えてるんですよね、モニター変えたおかげで。ちょっとだけやけど、バッテリーみんな、あ、これみんなあかんで見ますね。バッテリー3、偶数、母音ありで、ボタン2つ、青、長押し、青ボタンに長押し、青、はい、じゃあ次、青ボタンに起爆、はい、あと2問40秒。横ワイヤー、黒、赤、白、赤、4本。次モールス信号見てきます。2本目、モールス信号いきます。タン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 、2文字しかもう分かってないです。あと3秒。3秒ってことないです。爆発しました。351、うわ出てたんや。今のね、別に勘で押しちゃってもいいかなと思ったけど、1回目なんでそれはちょっとやめといたんですよ。今ちょっと1回だけでも、なんかいけ、意外といけるんかな、これ。なんとなくいけそうですね。わかりました。モールス信号がね、どのタイミングで見に行くかやな。あとはでも2文字でいける。 OK です。じゃあ行きましょう。始めます。バッテリーとか いりますよね。あ、今質問しないのがよかった。 OK。 バッテリー1、シリアルポートあり、奇数、母音なし、ボタンあり。いきます。青ボタンに押すって書いてます。いりますって書いてある。青ボタンに押すって書いてあります。ちなみにモジュールが全然さっきと違います。黄色、 OK。 象形文字いきます。 E の逆、フォーク、 N、 線路。線路が1個しかなかったはず。E の逆、フォーク、 N、 線路。え？うん。あと30秒、線路。3個書くだけで大丈夫ですよ。フォーク、はい、OK です。ワイヤー、横ワイヤー6本。白、赤、黒。黒、黄色、赤。白、赤、黒。黒、黄色、赤。爆発しました。さっきボタン2つあったから楽だった。でも今のやつはモールス信号がないで、でもモールス信号あった方がいいんか。こっちでやれることがあった方が早くなるんかな。先にどんな、これランダム性が分かったんで、先にどんなモジュールがあるかを伝えた方が良かったりもするんですか。モジュールがランダムということが分かりました。あ、そうです、そうです、そうですね。モジュールがランダムということが分かったんで、そちらのなんか資料をそういう風に並べておいてもらって、表は大丈夫ですかね。
今日も立ちです。OK、行きます。まだ大丈夫って、まだってどういうことやろ。行きますね、とりあえず。バッテリー2、奇数、母音なし、シリアルポートなし、象形文字。B と T が重なってるやつ。P の逆、ハテナマークの逆。6。T と B が重なってるやつ。P の左右が逆。6。P。T、B。OK。次行きます。ボタン。赤色。押す。赤色ボタンに押す。白。オッケーです。じゃあ迷路行きます。1535。白が14、赤が16。次は横ワイヤーです。緑が1535。爆発しました。爆発してないのにもう無理やと思って言っちゃったんです。最初なんであんな早かったの？ボタン2個あったでかな。運も絶対ありますね、確かにね。だとりあえず行きますね。最初にモジュール言った方がいいこととかってあります？何があるか。なんか急に言われてるんだろうなと思って、横ワイヤーとか。あ、わかりました。最初にじゃあ言いますね。それでやってみましょう。どっちみち探す時間が必要なんで、最初にその時間あってもいいかもしれないですね。象形文字、迷路、横ワイヤー、象形文字。象形文字2つある。バッテリーが2、シリアルポートあり、偶数、母音なし。象形文字からいきましょうか。フォーク、C に点、3がぐにゃぐにゃなったやつ、T と B が重なったやつ。すごく早く言ってもらって大丈夫ですっけ？あ、そうなんや。知らんかった。今見た。はい、C、OK。もう一個いきます。その次、横ワイヤー出す予定ですわ。X と I が重なったやつ、6、ハテナの逆、T と B が重なったやつ。さっきもあったやつかな、これ。列としては6からかな。6、うん。 TB。 はい、じゃあ迷路行きますかね。153、ごめんなさい、5135。赤が34、白が46。あ、やべ、時間ねえな、これ。迷路あったら無理かな。適当に迷路すか。迷路は無理やろ。迷路遠すぎ、迷路遠すぎます。諦めた。爆発しました。迷路あったらダメですよね、このゲーム。1分半は迷路は難しさはそこまで他のモジュールよりはあれかもしれないけど、長いことかかるからね、こう伝えるのに。メールあったらやばいっすよ。わかりました。次々やってみましょう、リトライで。
最初はついてたよな。迷路あるわ。迷路象形文字ボタン横ワイヤー3本バッテリー3本偶数母音なし赤ボタンに長押しシリアルポートあり。オッケー、ワイヤー、横ワイヤー。赤、黄色、赤、白、赤、5本です。赤、黄色、赤、白、赤。オッケー。象形文字いきます。C の逆、KY。スクリーンとゴンが逆三角形のやつ。A の中に T。ATM ちょっと次メールいきます。34と41白が45、あ、44赤が66適当に進むかなこれ。あと5秒。ダメでした。爆発しました。迷路あったらもう無理なんで。迷路今回も遠かったです。オッケーです。次々行きましょうね。次々行きましょうね。バッテリーとか後で伝えた方がいいんかなこれ。今回はまあいいや。バッテリー行きますね。バッテリーが3、奇数母音なし、ボタン象形文字モールス信号、あ、モールス信号ある。横ワイヤー、横ワイヤーからいきましょう。6本黒、黄色、黄色、青、黄色、青。象形文字計算してます。最後 OK。モールス信号いきます。タン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 、あ、ちょ、ごめんなさい。タンタンタンでターン、3文字目がタンタンやと思います。サンキュー、マジで。じゃあ次いきます。白いボタンに起爆、絵文字いきます。線路 AEN フォーク、いけるかも。あ、惜しい。いけるかも。いけたかも。今もうちょっとでした。っていうか、あのモールス信号の回答の速さ、さっきからすげえと思う。しかも伝わってるんやっていう意外さ。多分組み取りがすげえと思う。あ、間違えた。間違えてなくても多分時間ギリギリでしたわ。 0.05 秒なんで、あ、ごめんなさい、 0.05 秒なんで間違えて死亡してます。あ、爆発要因してますわ。いや、モールス信号組み取りすごくない？伝わってるの？これ本当にすごいわ。いけたかもしれないですね。あの戦争時代に出会ってても。いけた。戦争時代間違えてる人いないよそんなね。戦争時代の人って間違えてないんかなこれ。あ、間違えたみたいな、やばい、やばいっすよね。何やったっけもう一回とか。すごいな戦争時代の人ってっていう、ここもまた今日のポイントになります。1時間35分に深い話が、深いと言いますか、感慨深い話になりましたけども、もう一回やりますかね。戦争時代の話が広がるゲーム、はい。
もう一回やりましょう。モールス信号出ると楽かもしれんな、逆にこっちでやってることが多いから。迷路、絵文字、横ワイヤー、ボタン、バッテリー3、奇数、母音あり。迷路からいってみようかな。2の1と2の6。白が5の2。赤が2の6。左位置を押したら爆発しました。僕伝え方間違えたかもしれないです、今回は。もう迷路の時点で、あ、右でしたやつ。なんかね、XY 分からなくなる、上にあると、パニックると。もう一回行きましょう。すいません。ボタン、横ワイヤー、象形文字、迷路。迷路から行きます。2の1と、2の6、赤が6の3、白が3の6。これ終わってからバッテリー用かな。バッテリーが、爆発しました。ごめんなさい、爆発しました。上1から始まったよね。上1から始まったのか。右でしたのと右2って書いてある。あ、ちょっと待って、右2から始まりました、今のやつって。いや、これね、違うんです、違うんです、ベリトンさん。あ、やっぱそうなんですね、ごめんなさい。これね、この今の録画してるとこで見ると、ずっとあの誰が喋ってるか出てないですけど、僕今あのスマホで見てるんですよ。スマホで見てるとベリタスさんっていう発言者が出てて、それが時間が違うと違う行に行くんですけど、こっから始まったって思ってしまって、上1から始めてしまいました。なるほど、なるほど、ごめんなさい。っていうか、もうメールを出てる時点であれなんですけど、もう一回行きましょう。行きます。今日はこれまでかな。あ、ありがとうございます。線引いていただいて。横ワイヤー、ディスプレイ、ボタン、象形文字、バッテリー1、2、もうごめんなさい、バッテリー2、シリアルが、偶数と母音なし。横ワイヤーいきます。黄色、赤、白、黒、黒、白、6本。はい、ディスプレイいきます。2、1、2、3、4。久しぶりですね、ディスプレイ。2、1、2、3、4。1、4、3、1、2。はい、3、4、2、3、1。はい、これ無理やろ。3、3、1、4、2。爆発しました。まあ無理やね、これ今の間違えてなくても。これ今多分間違いない。あ、間違いないな。これ4番目じゃなくて4っていう数字っていうルールでしたよね、確か。そこも俺途中で、あ、どっちだったかなと思ってしまいまして、申し訳ありません。そうですよね、わかりました。っていうか、でもね、ディスプレイって5回解かなあかんし、
記憶っていうモジュールらしいけど、すごい出てくるの遅いし無理やって、あれあるの、あれと迷路があるとそうですよねまあ行きましょう次。今日これかな、このモジュールがラストかな、今日は時間的に。迷路、あ、ごめんなさいごめんなさい、横ワイヤー、エクセル、ボタン、象形文字、対象、ついに一人称の章。ごめん急に始めたの、なんていう文字なんやろ。違う、これさっきめちゃくちゃやったで、これは得意になってるはずや。なし、ありました。 OK OK、 そこも OK、 B1 も OK、 はい、ありました。再開の際、再び最初、あ、そうちゃん、横アイアンの回答来たかと思って、なし、ひらがなでなし。右。OK、ありました。横ワイヤーいきます。5本。赤、白、赤、白、青。絶対無理や。赤、白、赤、白、青。に象形文字6戦闘、はい、爆発しました。運が強すぎますね。かもうこっちも運、勘でやるゲームなんかな、これこっちも残り10秒ぐらいだったら勘でやります。これそうしてみましょう。 OK です、次いきましょう。あ、モジュールとかどうしたらいいか、ちょっと待ってよ、どうしようかな。伝えてる時間なんか無駄な気がしてきたんやけど、とりあえずバッテリーとかは後で言いますね。はい、象形文字いきます。6、ベロ、 X に I が重なったやつ、逆三角形、これが2個ありまして、モールス信号調べてきます。6ね、モールスが出ない、ハテナ、三角、六、三、ハテナはない、ハテナはない、ニコちゃん、ニコちゃんと XYI、 XI、 ベロ出してるニコちゃん、はい、わかりました。もう一回それが続きます。 C に丸、お尻、 R みたいな取れた、 R の左側取れたやつ、漢字の入り、OK です。白いボタンが長押し、白いボタンが長押し、押した時黄色、わかりました。ちょっと待って、5秒って最後の5秒なんやけど、あと5秒で俺が次モールス信号を適当にやります。爆発しました押した時の5がもう本当に最後の5しかなくてモールス信号の運がなかったですねえ、ちょっと待って、ごめんなさい、いつもボタンリトライ押してから気づくんけど、バッテリーとかモジュールは伝えないでやってみます。もう伝えてる時間ないでしょ、これ1分半、必要な時に聞くっていう時間ないですね。必要な時に聞きます。
はい、OK です。線引いてもらってたやん。はい、行きます。一応スタートする前にちょっとだけ見えてるんで、その時だけぐらいは伝えておきますけど。横ワイヤーボタン、横ワイヤー6本、白、黄色、青、赤、白、黄色。あかん、ディスプレイある。やり直そうか。やり直しますね。はい。あのディスプレイ絶対1個でも1分半かかりそうじゃないですか、だって。記憶っていうやつかな。ディスプレイっていう言い方が悪いな。記憶とエクセルでいこうかな。あの2つの言い訳が。はい、スタートします。ちょっとリロードに時間がかかりますんで、ちょっと待ってください。あ、ディスプレイある。あ、違うな、うん、ディスプレイあるわ。やり直しますわ。やり直してます。これなんかポリエチェック入りそうっすね。そんなやり直し聞かないっすって。ポリエチェック。次いきます。ボタン、象形文字、ディスプレイあるもいきますか。ディスプレイからいきましょう。2、2413。ポリチェック入りそうで一回やりましょう。どんだけ無理か。22413。3214。これちょっとスマホに入るの2秒ぐらい遅れるな、録画画面より。はい、12413。できるだけここはスマホで見ないようにします。3ね。 OK。 4 4 4 2 4 3 1 4 2 4 3 1。はい、ラスト1 1 4 3 2。あと10秒。はい、クリアしました。 A の中に T、 象形文字、漢字の入り、爆発しました。やっぱりもう無理ですね。これポリエさんも許してくれるでしょ。これはこれ開発者も多分クリアできないでしょ、こんな早いのに。ベリタさん、言葉これタイピングやからとか関係ほとんどなさそうだし、これは無理ですね。はい、なかったらもうすぐに、あったらすぐにリトライします。始めます。ボタン、絵文字、迷路、横、あ、これはない。いくよ。起爆、白いボタンに起爆。バッテリーが2。はい、横ワイヤーいきます。5本。黒、赤、黄色、青、黒、黒、赤、黄色、青、黒。偶数。はい、迷路3の2 1の5、白が1の4、赤が6の4。
爆発しました。迷路とディスプレイはダメや。最初、一番最初やった時一番クリアできそうやったんですよね、初見。多分モールス信号があった、あってボタンが2個あったんですよね、あの時は。ボタンがある時はできるだけバッテリーとか先言うようにしますわ。後で聞いてもまたそこ見に行くとちょっと遅い気がするんですけど。はい、じゃあ行きます。次、ガチャやなこれ。俺サイモンゲームとボタンある。行きます。ボタンあるんでバッテリー言うと、バッテリーが3、奇数母音なし、赤いボタンに中止。赤。わかりました。サイモンゲームいきます。赤。違うな。奇数。あ、じゃなし、ボイなし。黄色。黄色。赤。はい。あれ、待ってる。黄色。横ワイヤー4本、黄色赤黒黄色、爆発しました。んー、むずい。最初一番運良かったやな、あれ。運ゲーでした。ここは完全にもうガチャの時点で。サイモンもこれは今のとかはもう本当に暗記でやってけたでレベルなんですよね、僕が。本当はね、まさかの運ゲー。もうしばらくやってみましょうか。はい、バッテリー4、偶数母音なし、黄色いボタンに押す。赤。じゃあ次、絵文字いきます。 E の逆、 C の逆に点、 Q、 KY。 これクリアできるかも。E の逆、 C の逆に点、 KY、 Q、 大文字の Q、くるんってなってるやつ。はい、 OK です。横アイアいきます。黒黄色、黒黒黒黄色、黒黄色、黒黒黄色、黒黒黄色、黒黒黄色。はい、サイモンゲームいきます。黄色。あ、爆発した。俺なんかシリアルとかなんかの違いなんかな、これ。でもあと10秒ぐらいでしたね、今。あと3秒ですわ。あと3秒しかなかったですわ。惜しかったな今。間違えてた。うん、でもあと3秒、もうちょっとですね。どうします？時間的には2時間ぐらいかかってます今も。どちらでも大丈夫です。じゃあ、あと3回だけやりましょうか。
僕も全然大丈夫なんですけど、どちらでも。はい。じゃあやります。サイモンゲーム、横ワイヤー、象形文字、ボタン、シリアルポート2個あります。バッテリー2個、奇数、母音なし。横ワイヤーからいきます。青、青、赤、白、赤、5本。青、青、赤、白、赤。これもう簡単かもしれんな。ただ3、あれがないかな。はい、絵文字いきます。オメガ、 E、 6、 N。はい、OK です。サイモンゲームいきます。赤、赤、黄色、ボタン、白、長押し。離した。クリアしました。ごめんなさい。クリアしました。これ何、白の長押しって何やったんですかね。もう残り1秒しかなくて、また奇跡起きましたね。あと3回って言ってクリアしたの。まあいいや、押した時の色を見て1やったんかな。それとも奇跡ですよこれ。まあ、爆弾っていうのは奇跡ですからね。かもしれません。え、今見れないんですかそれ。いやーでもすげえなー。奇跡、奇跡回。押した時の色見えてないですね。後で見ましょうか。とにかく、でもさっき約束しましたもんね。もう最後やったらこっちの運で行くみたいな。その約束通りになりましたんで、動画検証しましょう。はいはい、お疲れ様でした。これも運ですね。これも本当に運なんで、この運ですから爆弾っていうのは。ちなみに残りステージだけおさらいしておくと、おさらいというか予習しておくと、 5の6がオールインワンっていうありえないタイトルのやつがあります。11モジュール6分で11モジュールで、その後セクションが変わって、極限っていうセクションに変わって4問あります。ハイペース4、お手玉もハイペースって今まではあったのか。今日ハイペース3をやったってことは、ハイペースあったか。ハイペースとハイペース2ありましたね昔。5の6は昭恵夫人が難しいって言ってたステージですね。あ、え、嘘、昭恵夫人そんな話してたの。俺全然そこのコメント見てないっすわ。へー、やってたんや、昭恵夫人もそこまで。次回じゃあオールインワンからまたお願いします。いやもう今回も面白い回でしたよ本当に。はい、では台風に気をつけてください。お疲れ様です。はい、今回も本当に奇跡起きましたわ。もうちょっとモニター近づけときますね。あとスマホだと2秒遅れることが分かりました。この2秒が命取りになるかもしれないです、普通のゲームと違って。はい、ではお疲れ様です。